いいこと思いついた。どうしたんですか、寿司の株全部買うんですか。お金は自分のために全部使うけん置いといて。じゃあ分かったよ。いいな、スシローに行って写真撮ってハッシュタグスシローを救いたい、これで投稿してくれたら、あの俺サブアカ60万になあかんのあるけん滅ばする。やばいっすね、それもマジで嬉しいと思いますよ。スシロー滅ばする、あのハッシュタグスシローを救いたいで、スシローのスシロー食いに来た写真イエーってね、友達とパッと撮ったら俺サブアカでフォロバスで。全員ペロペロしてるどうします。ペロペロしててもフォロバスする一旦ペロペロしておくことはいいでよ、その冷静に戻すんじゃないよって話。俺が今これもう悪い、何も悪くない。これを戻すからダメなんですよね。戻すけど分かった、食べるからいいんですよね。これはでもスシローで使い回しの写真を出して嘘ついてフォロバしようとする人がおるかもしれんけん、ダメ。顔写真とかなんか自分だよって、拾い画じゃないよってのが分からんとダメ。そう、これはもう本当に僕からもお願いします。シロがみんなを笑顔にしてるはずなんで、シロを本当に救いたいし、 SNS に顔載せたくないっていう人はなんかステッカーでも貼っとけ顔に。だから SNS で起きた事件は SNS で解決しましょう。うん、間違いねえ。今日か明日でスシローに行ってハッシュタグスシローを救いたいで投稿してくれたら、写真とハッシュタグをツイッターで俺のサバーからフォロバする。明日までじゃなくて、じゃあ3日間にするか。今日明日明後日で、これで毎日スシロー救いたいがトレンドになって、うん、どん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 拡散されてったら、うん、ヒーローっすよ。しかもみんなそういう写真を見ると飯テロでちょっと行きたくなるじゃないですか。相当多分人が戻ってくると思うんですよ。確かに人が筋食いようの見たら食いたくなるもんね。そう、本当に滅ばします。これは冗談じゃなくて、お持ち帰りはお持ち帰りでもいいよ。スシローってちゃんとロゴ見しといてね。じゃあなお前ら。知ってる。